いってみましょう。さあ来たぞ、台湾の英雄といえばこの人、ゲーマビー。ゲーマビー選手は本当に、はい、安定して勝ってきてますよね。本当に最近どんどん強くなって、はい、まあ皆さんお気づきの通りポイントも増えているというところですが、さあここはテイクヘルレスに割り込んでいったのはゲーマビー。さあ MOV は画面端の、さあ一瞬の時間で一気に体力を奪っている。さあしかしここからのゲーマビーの反撃となるか。ここでうまく崩している。そして立ち投げを通して、さあゲーマビー一気にいくかと思いきやというところ。さあ MOV はここまで取られたラウンドはなんと1ラウンド。その言葉通りの仕上がりだが、ここはガードしてきっちりコンボ選択、 EX 百裂からのまたもや小技で刻んでの EX 百裂。さあ早い展開の中でヒット確認系統の動きがピカイチですね、はい、そうですね。さらにそのゲーマービー選手はかなり低空百裂をケアするような動きをしてたんですけど、はい、まあ、ここに対して MOV 選手は散らして違う動きでダメージを取っていっていると、相手の意識配分を見抜いて別のところ、弱いところから、そうですね、崩していったという第一ラウンドだった。さあゲーマービーはここまでは体力リード。最近は相打ちクラッシュカウンターチャンスになる。スピキックから中段、これもクラッシュカウンター、追撃が届く。スタンを待たずにラウンド。さあゲーマービーが2ラウンド目を取られたというこの試合、その安定感は凄まじいが、ここはコパン暴れが素晴らしい。スピキックから嫌な距離になる。バードは MOV、 おっとこれは重ねミスになったか、投げたんですね。さあ羽根子さん、はい、この組み合わせ自体はどうなんでしょうね、実際、まあ、基本的にやっぱりチュンリーの選択肢の多さというところはメカにとっても嫌でしょうね。しかしながら、まあ、割とそのゲーマビー選手は最近チュンリーに勝てると、おっとここでもうまく崩してから置き攻めで引き飛ばしてから、魂の拳銃、思いっきりダメージを積み上げた。スタイル逆転、うますぎる。これは当たりか、右からイス百列届かない、あーっと出る。さあ両者が両者マジかー、とんでもない置き技、未来予知レベルの、しかもそれをヒット確認してすぐさま円盤の導き。そうです、まあ、やはり今の置き技っていうのは、はい、やはりネカリのすごい強いところなんですよね、はいはいはい、そこをうまく生かして、で1ラウンド目はそれをね1回ガードされるようなシーンもあったんですけど、はい、自分の読みを信じたこの、あのゲーマビー選手が非常に上手だったというような、そうですね、やはり低空薬物に対するこの対策、はい、ここがすごくしっかりしてますよね。素晴らしい、低空薬物見てから引きつけて、さまざまなね、落としたりもすると、そう、トコシビとかコパンとかしゃがみジャックパンチでこう対策しているっていうのはこれです、これですね、はい、ここにかなり意識を割いてるんじゃないかなというふうに思いますね。1ラウンド目、先ほどの試合では MOV がそこを散らして取ったにもかかわらず、やはりその意識配分は変えないというのが、ね、ゲーマ B、 そう、画面8、大ファンのギリ外からの力の集約だったが、さあ MOV は若干この画面端で危険な時間が続いているが、コンボを決めて画面中央に戻ってきた。しかしゲーマー B はもう変身している。ここでキックから、しかし MOV にもゲージがある、一発は狙える状況、硬いガードはゲーマー B。さあどうする、こうして攻め合ってるチームを両者のゲージが溜まっていく。ゲーマー B のゲージもマックスになりそうなところ、上おお、ナイスガード、周りからの攻撃はきっちりガードしている。時間はまだ25秒ある、よっしゃフルゲージ、おお、また来たー。ゲーマー B、 己を信じすぎているか。いや、いいところで起きますね、はい、その動き自体は強いんですけど、はい、ヒット率が異常に高いですね、高いですね、はい、当て感、いわゆる攻撃を当てるセンスはピカイチ。なんと MOV をもうリーチ、ストレートで飛ばすのか。ここから3試合選手ですね、あ、3本試合選手、失礼しました、はい、ここからはトップ8なので3試合選手ということなので、まだ 1-0 と、しかしやはり、はい、ゲーマーペースで進んでますね、進んでますね。ちょっと MOV の初めの動きとはもう抑止がいろいろ効いているというような形に
試合に見えます。はい、ここは大パン、トリガーを引いて MOV が後方キッチン伸ばしていく。画面端も近づくのでチャンスは大きくなる。中段をキッチンガード、よく画面が見えている。これはどうする、ワンチャンスは両者にある。うわ、 MOV のチュンリーのトリガーが切れた。あー、ここでもともしびゲーマー B がたけっている。ゲーマー B 選手笑っております。はい、はや、これで 2-0。 かなりそのエモーミー選手が攻めあぐねているというような展開になってしまっていますね。いやー、エモーミーこの劣勢をどう打破するか。ポイントの見直しであったこのゲーマー B のネカリ、ここまでは何やチャンスとは違うか。どうする、これはいい飛びになりました。今の上ラインがグッと上がった。いいですね、これで画面端到達。上はうまく隠せたのゲーマー B、 ここから逃げれるか。力の主力を当てて変身をして、さあ嫌な歩き膝。上交錯しているが、カウンターを取ったのゲーマー B、 またもや大きなダメージになった。さあどうする、画面端 MOV はどうしのげ、あっとこうってもう入ってカウンター、痛いぞ踏まれて、リスクから切り返すが、ともしびから、さあここで若干引き気味、しかし画面端は逃さないゲーマー B。 うわー、下もうワンチャンス、もうワンチャンスを作る。今のバックジャンプ深い。おわ、いい生だ。おっと、ジャンプのともしびが見えた。ミスになったか。おわー、持ってったゲーマー B。 いやですね、あの後半のあの、はい、置き攻めのタイミングでエモーミー選手バックジャンプしたんですけど、はい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 、それはもうリバーサーでクリティカルアーツを出されたら削りで負けてたんですよね。なんで常にそのクリティカルアーツのぶっ放しを、はい、あの対策するような動きをしたんですけど、はい、最後の最後でゲーマー B 選手読み勝ちましたね。さあここもエンバーの道向きを打っていく強気な姿勢が功を奏している。ここまで、そしてこれでリーチ、なんと2対0の状況から MOV を追い詰めた。どうする、トリガーを引いて影を引くも変身発動、びっくり一つで画面端を脱出、そして相手を画面端に。しかしここはスペースを使うか、まあ、産地を回復しましたね。回復時間稼ぎから、おさあここは MOV がゲージを使ってきた。後がない状況、これはどうでしょうか。残りますね。一発圏内、下段をあえて、しかしガードしている。上から来るぞ、うまい、あーよく動いた。なんとか踏みとどまった形は MOV チュンリー。ただその、はい、MOV 選手が優勢な状況でも結構ゲーマー B 選手が読み勝ってるなという、その今の本当にギリギリの勝利というような感じでしたね。ここからどう切り替えていくかというのが MOV 選手側としては非常に重要になってくる。どう切り替えるか。さあここも歩き膝を連発しようとするところには中足、今度はスピーバーまで入れ込んでいた。さあこれも深いぞ。さあきっちりと押し置きをしてゲーマー B はフルゲージ、はい、キャプテンまで画面押し込み入れて発見重ね。さあこの画面端でなんとかしたい。さあ変身したらゲーマー B、 ここで V リバーサル一つ入れて、うまい、クイーン100です、いや、テイク100ですからの投げ。さすがのゲー、いや、さすがの MOV、 このままでは終わらないと。よし、この切り替えがちょっとずつ効いてきたのかなというような、はい、3試合目でした ね、 でしたね。あとそのゲーマー B 選手の近距離でのその膝立ち避けを使った、はい、あのまとわりつきに対して、まあ、チュンリーのいわゆる立ちこぱん暴れ、まあ、ずるい暴れなんですけど、ずるい暴れ食らってもやられ、あの体が後ろに行くのでコンボは繋がりにくいんですよね。それを生かしてうまく守りましたね。ジャックゲーマー B のこの円盤の導き、横に突進してくる技がガードされることが多くなってきた。そうです、まあ、中盤置きとかに対して MOV 選手が勇気を持って踏み込んでからのガードをしているっていうのが結構そのシーンが増えてきましたね。そこからダメージを取りつつペースも握りつつあるのはこの MOV の処理。スピニングガード、画面端は危険な時間になる。ゲーマー B をどうする、体力はビハインド、ここでねじ込んだ、届かせられる、危ない。さあもう
体力は逆転している。ちょっとだがここで切り返すのは MOV。 わー、大パン差し込み残るか。先生まだ残っているが、コパンを置いて怖いところだが勇気を出した。今のはですね、ダッシュ、はい、前ダッシュ2回タチコパンを連機途中に EX 炸裂からやると、はい、まあ、まあ、その後ろその場受け身と後ろ受け身の両体になるという動きですね。ガードを強力と6重ねで両体を見せてきた。ここは対空チームの星火。レーマネのこの対空は本当にすごいですよね。よく出ますよね。そこで使い分けの意識、おっとここはうまく出していたのはダブルアップ。ああそんなことあるの。欲張りに行ったが飛び越えてしまった。狙いは良かったんですけどね。いや今の状況からまさかバックアップしに来るとはというところでしたが、さあ徐々にではあるが、この試合のゲームメイクを MOV がしているようにも見える。持ち直してきましたね。かなり立ち回りが、MOV 選手優位な動きになっている。来たぞ。さあここつないで、ただ MOV にはまだ体力がある。さあ食らっても五分という状況。うわは無理やり踏んだ。金色なる剣気どうする。上から切る。うわあ写真カウンターだった。これでゲーマー B が再びリーチ。ファイト。うまく細かくつないで集団一つ。おお、差し返しも見せる。うまい、うますぎる。2対2でダメージ度数。おお、ここはうまく飛びが噛み合って、まずケキから一気に気づけば MOV の体力が。さあいけるか、逆転リーチはかかっている。 MOV この画面端ダイパンを振って、ここで前に出る。刻んでさあゲーマー B はどこで切り返してくるか。さあダメ押しのトリガーを発動する。おっと1K はどうして、ほらいいして、もうワンターン抜けて抜けている。うえーだナイスガード。ゲーマー B はどうする。ナイスガード、こちらもだー。おーおー、このままで